はい、えー。今回はですね、機動戦士ガンダム第28話、大西洋血に染めてについてちょっと考察差し上げたいと思います。<laughs> えー、私が幼い頃見ていた印象としてはね、えー、なんか、美晴っていう女の子が戦争で、えー、こうね、死んでしまったという。まあ、ただただそれだけのことだったんですけども、年齢を重ねるに従ってね、あれは何だったのかなと。そして、美春という女の子が、あの、残してきたね、弟や妹、 ジムやミディはその後どうなったのかなとかね。それからカイっていうのは一体ミハルに対してどういうふうに考えていたんだろうか。ミハルはカイに対して何を思っていたんだろうか。まあ、様々な人間ドラマをそこに見るわけなんですよ。え、そして岡田敏夫さんのね、この機動戦士ガンダムの解説を見て、より一層深まったんですけども、あ、そうか。機動戦士ガンダムってのは、このカイ自然っていう人物が最初はね、適当なチャランポランな 物干し当たるみたいなね、まあ、そんな性格だったらまさに軟弱者が戦いを通じて自分自身をどんどん育て上げていって立派な大人になっていくと、まあ、これも一つの青春物語なんだろうなと思ったんですよまあ「怪獅伝」っていうのは我々子供たちが見るとどうもねスネ夫みたいなやつなんですよねなんかちょっといつもヘラヘラしていて自虐的でそれこそ霊匠的でね えー、なんかこう戦争を客観的に見ているみたいなところがあって必死さに欠けるところがあったんですよでもこの「大西洋珍染めて」の回で実際に海始点がホワイトベースを降りてねもうやってらんねえやっていう形で飛び出した結果行った先には戦争で困った現実があるとつまりそのホワイトベースを降りても戦争から降りることができないっていうふうな現実に気がついてそして結局ホワイトベースに戻っていくわけなんですよね でホワイトベースに戻ってそのまま今まで通りの暮らしを続けていくのかと思いきやなんとホワイトベースを降りた時に知り合ってしまったこの三春という三春ラトキエというね、まあ、女性とそれからそれを取り囲む二人の弟妹に感情移入してしまったんですよねで甲斐っていうのはホワイトベースにいる時も何かとチビの滑裂喫カ3人組に、えー、ちょっとこう構ったり構われたりしてたわけなんですよ、まあ、そういう意味でいうと甲斐自然っていうのは他のクルーと違ってね まだ子供っぽさが残っている、まあ、そんな突っ張りだったわけなんですよただそうやって自分のことを慕ってくれる滑舌っかをちょっと構いながら守りながらやっていくときにそれも込みでホワイトベースを降りてしまったっていう現実に気が付いてそしてホワイトベースの外でこのミハルという少女に出会った時きねあここにもちびっこちゃんがいるなとそうか俺は戦争から逃れることはできないんだっていうふうに気が付くわけなんですよ で結局ホワイトベースに戻っていくんですけどもその時にこれは岡田敏夫さんがね解説してくれたんで分かったんですけども甲斐自ってのはもう軍人として生きることの腹をくくった一つの成長がここにあるわけなんですよまあもちろんね軍人になることが成長と言ってるわけではないんですけども要するに自分の生き方死に方を決めたっていうところで甲斐自のヘラヘラ人生からもう俺は悲しまないぜっていう風なね第29話のセリフにもつながっていくんですけども美晴という少女を失ってしまった その悲しみを、一つのね、自分のミッションにこう切り替えることができたんではないかなと思うんですよ。まあ、アムロにしてもそうなんですけども、お母さんとかね、それからお父さんとの別れがあって、で、心の中の,のフラウボーとの別れがあって、そしてララーとの別れがあって、どんどんね、あの、ゼータガンダムとかダブルゼータに、えー、こう続いていくような、引いては悪臭のシャーに続いていくようなアムロの成長があったのかなと思うんですけども、開始でも開始伝で,で、やっぱりね、この、 第28話を境にに全くく違う,う人格ななっていくわけなんですよ、ね、まあそういうところがうかがい知れて、海自然にすごくね、えー、感情移入するところが、この年になってできたかなっていうところです。まさに海自然の姿っていうのは、私たちの姿なんですよね。 なんとなく大人に反感を持っていて、世の中の汚さに溶き込めずに、でも気がついてみたら、いつの間にかそんな片棒を担いでる自分がいた。そしてどうせ片棒を担ぐんだったら、納得のいくまで自分の守りたいもののためにね、自分の命を燃やしていこうっていうふうに思うわけなんですけども、そういうふうに心を決めた時にはもうすでに大切な人はね、失われていたってところに、この膝を抱えてうずくまるいっていうのがいたのかなっていうところと、やっぱいってこの時に、 あのスパイをまってるわけなんですよね、うん、で自分は軍人であることの腹がいまいちくくれないところで「よし俺は軍人になるぞああ軍のものだ止まれ!」っつうからねあの人のバイクを奪ってねそのバイクもなんかどっかで壊されちゃってあのあとバイクね取られちゃった人はどうしたのかなと軍に賠償でも求めたのかなと思って気になるところはあるんですけどもでもそうやって自分は軍人として生きることを決めて、えー、ガンペリーに乗っていったわけなんですけどもそこにですね 自分の決断を背中を押してくれたミハルっていう存在がスパイとしてね乗り込んできたと。で、スパイをかくまうのか味方をしたのか、ちょっと微妙なところで、そのままミハルは死んでしまってうーん、これも岡田敏夫さんのコメントにあったわけですけども、あのそういったね、スパイをかくまった自分っていうのがいて、ミハルをみんなに紹介できない自分がいて、でも、ガンペリで出場した時に、ハルのおかげで敵をやっつけることができて、よし、これでもうミハルは堂々と。 みんなに紹介できるぞと思って帰ってきたらその三春がいなかった。うん。三春がいなかったことによってスパイをかくまったっていう件はうやむやに不問にできるんだけども、でも三春っていう女の子に俺は惚れていたかもしれないと。そして三春をね、できればね、スパイから救って一緒に戦う仲間として迎えられたかもしれないんだけども、でもこれは軍機に乗っとると、まあ自分まで巻き込んでね、会まで巻き込んで、すごいスパイをかくまった罪になるという。もう本当にね、こう、 人に言えないようなエピソードを会話背負ってしまったんですよね。で、ただ泣くしかなかったと。で、その時に思ったんですよ。ああ、スパイとして生きる三春も、俺にこんなに言えないことがあったんだ。子供たちにこんなに言えないことがあったんだ。そうだったのか。三春ってのは、ただ戦争に翻弄されただけではなくって、非常に苦しい中でね、戦い抜いてきたあ一市民だったんだなと。 戦争っていうのは人の暮らしを歪めて、人の性格を歪めて、そして人の未来を奪ってしまう。ミハルがもし生きていたら、俺はミハルとどんな人生をこれから送っていたんだろうか。ジムとミリーというね、弟たちを俺はきっと守っていけたんじゃないかなっていうふうに、いろんな複雑な思いが全然表現されてないんですけども、私たち視聴者が感じることによってね、この会に、そしてミハルに、 感情移入するところが多かったのかなってところですよね。まだまだ思うことはあるんですけども、岡田敏夫さんの解説以上のことはもう話せませんのでね、あの、私の雑感、雑な感想として今回まとめさせてもらいました。どちらにしてもこの太平洋を血に染めてね、ククルスドアンの島以上に私はね、スピンオフで映画化してもらいたいという作品でございます。よろしくお願いします。それでは今日は以上です。